はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。温泉娘、湯の花コレクション、をまあ少しだけかな、やっていきたいと思います。今ランク19でもうすぐ20になります。20になったらですね、また温泉娘巡業の枠がこれ3つから5つに広がりますので、まあ多彩な温泉娘を、巡業に行かせることができるはずです。まあ、その分いろいろ大変ですけどね。ないよね。体力余ってるですよね。かっこいいミシン、これ欲しいんですけどね。うわー、これはやべえや。絶対領域はわかる。いいね。やっぱり風化ですよね。かわいいね。最近バーデンちゃんもいいのかなって思ったりしますが、これやばいよな。何度見てもこの、温泉レアガチャということで、レアってどれぐらいのレアかな？一応 SSR って出てるんだけど、SSR 欲しいよな。この、今持ってる SSR が最初、ダウンロード数企画で、配布された有馬風花と、ガチャで手に入れた、白浜ちゃんのみですからね。この辺は、先のことを考えると欲しい。まあでも、こっちの方が欲しいよな。ゲロちゃんすごいな。まあ、シュワシュワの風花ちゃんもいいし、バーデン、イフインちゃんもいいと。いうわけで、まあ、SSR は誰もが欲しいですよね。まあ、ひとまず、この、ゆともガチャを、をもらえたの、湯の友達も結構増えてきたんで、そういうチケットも増えてきました。ということで、どんどんやっていきましょう。温泉娘は来ないな。音声娘は残念ながら今回いませんでした。で、今223なので、300だったっけ？あ、これは2、このガチャは250で取れるんだ。セレクションガチャとレアガチャがある。まあ、最も、ワメイドは多分期間限定なんでね。センレアガチャ常設か。常設か。説ならこっちを先にやった方がいいのかなとは思います。特にこのゲロちゃんですよね。ゲロちゃんが気になる。じゃあ行きましょう。巡業へ。ニュート温泉ですね。ニュート温泉は、ニュート温泉は、秋田県にある温泉。今、風花ちゃんは、福島におりまして、じゃあ何をしてるかというと、単純に福島をうろうろしてるだけです。だけ。岩手に行かせてもいいかもしれないけどな。まあ、とはいえ、福島はまだ全部辿ってないですからね。行ってみましょう。風花が迷わ
つも見てるよというわけで、このゲームやっぱりね、操作性がね、まあ、基本的に温泉娘をいかに愛せるかっていうのが試されるゲームではありますよね。あとはもっと地域情報とか温泉情報を充実してほしいような、もったいない、せっかくあの温泉に知り合う機会あるのに。この色分けもなんだろう、なんか SSR とか格付けが済んでて、このレインボーが濃いほどあのいいものがもらえるらしいんですが、さあこれでニュート温泉に到着のはずです。これもね、ニュート温泉タッチできんなら、なんか、アラートが出て、あの、そこの観光協会に飛ぶとか、やってほしいですよね。さてと、次の展開を見ないといけない。岩手かな。花巻ですか。岩手ですね。どうしよう。秋田を捨てるかな。まあ、とりあえずストーリーを進ませないといけないんで、引き上げます。秋田じゃない。盛岡じゃない。岩手県へ向かいます。ユニットが増えれば、それを巡業させて、十分回らせたところで他県に行かせることもその目的地の県に行かせることもできるんですが、それが今はできないんで、岩手県、さ、巡業を行いまし、巡業じゃない、ライブを行いましょう。相手はまあまあ強いな。油断してるとダメ。有馬妹は、勝った時のあの、ダメージ量っていうか、押し戻す量がすごいですからね。とか言って、あの、バーでインフインちゃん選ぶんだけどね。超有利な状態でスタートですが、ちょいな、温泉まんじゅう。その気持ちはよくわかる。さあ、どこまで押し戻されるか。うわ、すごい押し戻し方。今度はこちらが。お、圧勝ですね。さあ、どこまで押し戻せるか。さあ、バーテンユフィンちゃん、このデンスっていうのは金色モザイクっぽいよな。声優さん全然違うんですけどね。しかもその金色モザイクでデンスって言ってた声優さんが、なんと温泉娘では北海道のところに入ってるっていうのがすごいなと思います。まあさすがに負けますよね。あんまり押しも抑えなかった。また相手か。ちょっと簡単に決着つきそうにないかもね。どこまで押しも抑える。あんまり押しも抑えなかった。押し押す力そんなにないのかもしれない。ディフェンダーっていう感じはしますよね。そういう意味では強い、あの、オフェンスを、一気に引き戻されたやん。こっちの方が二つ多い。勝て、オッケー、勝った。さあ、これ、どこまで押し戻せるか？まだ不利だ。
さあ、なあこちゃん結構パワーアップしている。これも勝ちました。さあ、あとこれ終わって2曲いや不利ですが、どうだ、勝った。さあ、これで最後の対決で決まりますが、有馬風花か。しかしこちらも鬼怒川だ。勝て、勝った、よっしゃー。相手にとどめを刺すにはいかなかったですが、リードはしました。お、次のランクになるまでもうすぐですね。さあ、もう巡業完了です。さて、花今どこにいるんだろう。わ、わからないな。再来た部分かな。再来たの可能性高いですね。あ、これ三陸沿いだ。とにかく、あの、移動、今9700持ってるんで、なるべく移動をしないといけないです。それじゃあ、レッツゴー！よろしくね、勇者さん。黄色モザイク、うん、だったよな。あの、何合いですわ。よし、とどめを刺してもらいましょう。もらいやしょうじゃない。もらおいましょうじゃないの。完膚なきまでにっていう感じですね。うん。となると、アモーさん行ってみましょう。お願いします。お、すごいパワーが。癒しの効果がすごいですね。さあ、また草津、今度は草津対決。同じスキルは、あの、重ならないのかな。これも勝ちました。さあ、攻撃力が高い、とどめ刺しましたね。さあ、これランク上がるかな。来た、ランク上がった。さあ、これで編成ユニット数が3から5に上がりました。さあ、こちらもですね、やりましょう。白浜か。4日前はちょっとほら、やってないってことだからな。よし、道後泉を投入しましょう。まあ、推しの娘が112人いるわけですからね。どれか、あの、この多彩さっていうのは、ていくんで、もうちょっとその温泉地、その土地と連携してほしいなっていうのはありますよね。あとはもっと、あの、今何をすべきなのかとか、これは何、このあのボタンは何なのかとか、あの、説明が欲しいですよね。なぜそう移動にヘックスを使うのかとか、まあ大戦略の時代はあったのか、移動はフェックスだと思ってるからかな。まあ、そこの場所の、なんか、わかりにくいというかね、こう、何をすればいいのか、なんか、荒野にほったらかされたっていう感じは、すごい感じますよね。さあ、ランク20で、巡業だね。準備運動はバッチリ。
さあ、花巻で、巡業すると、そう、ここで花巻で巡業したとこで何がもらえるのかっていうのが、あの、説明がないんですよね、いちいち。こいつ何なん、この音声娘は何なのかっていうのが全然わからない。全体的に説明不足なんですよね。いや、それはもう、風花ちゃんはじめ、キャラが好きだから、やってるわけですし、温泉も興味あるからやってるわけですけど、まあ、そこんとこが足りない。おっと、乳頭温泉が。え？乳頭温泉ゲットしたんじゃなかったっけ？早速、乳頭温泉もユニットに加えましょう。というか、レッスンしましょう。乳頭温泉の声もですね、三上しおりさんなんですよね。三上しおりさんって、まあ、有名なのは、あの、ゆるりの、赤座あかり役で有名なんですけど、自分が最初に知って、意識して知ったのは、獣フレンズの博士役。あれがすごいハマってましたね。そう、お笑い芸人の、天心の向井さんのが好きで、が三上さんのことを好きで、で、向井さんが伊福部さんっていう放送作家と一緒にやって、お、ごめんなさい。ボイス聞かせるの忘れてた。何言ってんだ。まあ、そんなわけで、やっぱり独特の声持ってる人なんで、すごい魅力はありますよね。あの、近況のナチュラルな演技の声から外れてるし、まあ、正直あんまり、うまくないとは思うんですけど、やっぱり、なんか、内田彩さんなんかもそうなんですけど、聞いたらやっぱり、あ、この人の声だっていうのが、わかる魅力を持ってますよね。キャラもすごい荒ぶってていいなって思います。まあ、今、あの、アメバ TV の声優と岩サビに出てるんですけど、やっぱり面白い。面白い。まあ、あとは青森のローカル番組に結構出てたり、あの、そこで、青森に行ってたら、猿を見つ、駅前で猿を見つけてしまったりとか、面白いエピソードで、ここ、こと書かない人ですね。乳頭はどこだ、乳頭は。乳頭、乳頭。これ、いかほか。乳頭はお気に入りなんで、これ、いかほだな。乳頭を、どんだけ乳頭言うんだ。清崎もいいんですよね。清崎も結構お気に入りだったりする。ポップか。ポップだったら、あ、これ、キュートだから、被らないんだ。うん。秋雨も確かにレベルを上げないといけない。ポップ組だったら箱根もあげたいですよね。やっぱ箱根は温泉の宝庫。行ってもやっぱり、二日に行ってもやっぱり飽きないですよね。箱根に行った際、結局温泉に入らなかったんで、すごいもったいない思いをしたなっていうのは感じるんですよね。まあ、温泉は入れるように行った方がいいんじゃないかなと思います。ということで、乳頭ちゃんを、乳頭ちゃんを、この声は水木奈々さん。水木奈々さんですね。少な彦役の、おっと、
衣装作りが得意なんでしょうか。さ、特訓です。特訓じゃない、特技強化もやってみましょう。ニュートンちゃん押しますね。いや、押しすぎだろうっていうぐらい押す。さあ、特技のレベルは上げた。まあでもお金がちょっとあれなんで、もうちょっと様子を見ましょう。そしてユニットとしてニュートちゃんを入れます。ここで例えば、ここもそうなんですよね。完了しているんだったら、ここで巡業へのリンクというか、動線を貼るべきだと思うんですよね。あ、ここにあった動線は右下か。まあこれならまだ許せるかな。さてと、一応みんな巡業お疲れ様。勇者さんもサポートありがとうね。くるり城、くるりに来てるんですね。では早速ユニットを入れ替えましょ、ユニットを変えましょう。みんな SR だからな、この風化組は強い。ああ、そうか、これ全部で5ニューユニットにあるから、入刀、逆に言ったら、ここにセンターを、センターに、今 SSR いないから、入刀ちゃんを入れて、おっと、長良川の方が、そうか、センターなんだ。でも、ここに、ここは流れ川じゃなくって、こだわりで乳糖を入れて、流れ川は落とします。銀座も魅力あるんですよね。銀座もね、声が、長なマリアさん、通称、マリアンヌだからな。マリアンヌも結構いいんですよね。で、おすすめ編成を。5ユニット目ですが、やっぱりちょっと1枚落ちますよね。これは仕方がない。まあ、ガチャで早くいい子を捕まえろよっていう話なんですけど。今千葉ですよね。ずっと千葉で。よし、みんなで巡業頑張ろう。何かあったらいつでも言ってね。出発。風花が迷わないようにちゃんと見ててね。さて、残りの2人を巡業に行かせます。これね、一度試したいのが、風が気持ちいいね。少し頑張って遠くまで行ってみようか。同じとこにしか入らないのか。どうやらそのようだな。なんで、福島がまだ回ってない。福島が回りきってない。次、移動力とかあるわけじゃないからな。山形回りきれてないんですよね、よく考えたら。よっ
で山形にと山形と秋田に投入したい。すごいな、もうごちゃごちゃしちゃってるや。ちょっとダブっちゃうんですよね。こういう問題もある。もう大渋滞ですね。さて、初めてのライブチャレンジしてみましょう。助っ人を、波線さんか、行ってみましょう。さあ、長良川。負けた。黒川対決。ボーカル特化型ですよね。これは、この勝ちは勝負分けるかも。一気に行け。これでグイって言ってほしいが、そんなにグイとはいかなかったな。余裕のやっちゃん。おっと、それでも銀山が勝ったぞ。相性がいいのかな。さあ、追い詰めた。入刀だ。お、勝ちましたね。なんか、有識のキャラクターみたい。とどめ刺しまして、初陣は見事に完勝です。そう、結構セクシーな声出せるんですよね。さあ、そう言ってる間に授業完了です。まあ、青鬼プロダクションの声優はサンマリマシなんですよね、順から見れば。とりあえず移動させましょう。どっちがいいんだろうな。どっち回ったっけ。結構難しい場所にいるんですよね。下からこう回らせるか。ワークすごい芯に迫ってますね。さあ、こちらも音声。我ながらいい仕事ができたわ。さて、帰ってひとっ風呂浴びるとするかの。いいですね。まあ問題はですね、巡業させないといけないってことですよね。だからある程度シャッフルをさせないといけない。さあ、そうか、そうこう言ってるうちに千葉に行ってた。箱根ちゃんが終わりました。さあ、もうレインボーとこ一個ずつ行きます。
これで5ユニットで戦わねばならんのか。これは辛いな、5ユニットは。まあ、どこまで5ユニット組めるようなメンツがあるかっていうのはあるんですけど、ちょっと辛いよね、ユフイン。何これ、8万とか何ああ、5ユニットになるからか。まあ、当然長くなるんで、全スキップです。勝てるわけないしね。全敗。悲惨だな。なんでや、阪神、関係な。アキオも行ってみましょう。いや、強すぎるわ、これ。何これ?基本的に、基本的ユニット数、そんな多くなくても関係ないんだな。ユニット数は5ユニットだから、たくさん、もらえるわけではない、報酬が。ということは、全敗。ということは、歌合戦のユニットって、これ、もう強制5ユニットになるのかな?あ、もう強制5ユニットになるんだ。これはちょっと辛いっすよね。これユニット数絞れないのかな。歌合戦クリアですね。さあ巡業です。なんかもうごちゃごちゃしてますね。すごいお金もらった。花巻ってどこだろう。今が場所がこれね、方角、大体の方角をしてくれてもいいんだけど、チリに、いや、チリ感がない人間にとっては、花巻ってどうすればいけるのって思っちゃいますよね。結局迷って画面動かして、すごいストレスが溜まっちゃうと思うんですよね。なんかドラゴンレーダーみたいなないんかな?ドラゴンレーダーってまあ走れますけど。相手草津投入してきたか。結構強力だな。行ってみましょう。
かな。自分のみパワーアップか。12,000。いや、一人で決めちゃった。ファン数も順調に増やしております。レベル上がったばっかりだと、あれか。体力をボーナスもらえるんだ。塩玉ねぎさん、行ってみましょう。6曲目とどめを刺しましたね。これでも勝てないんでしょうね。一生のみ。これってユニット編成で巡業のユニットを解散させることってできないんだろうかな。基本的に特異強化ですね。 SSR のみ行います。ここまでにしとこう。お知らせはしっかりチェックだよ。ふうか、いいこと言った。お、私をクリアしてる。お、いつの間にか巡業ライブこんなにいってんだ。特定のアニマ風化をレベル50にする。ただまだアイテムが足りないんだよな。風花はキュートなかんざしを5つ集めなければアニマ風花のレベルを上げることはできません。というか白浜ちゃんレベル上げられないんだったっけ。浜ちゃんダメですね。レベル上げられない。特訓で上げられるかな。上げられますね。行きましょう。おっと、ミニエピソード。オッケーです。これ上限レベルアップ。
レッスンで3位強化測りましょう。あまりレベルを上げやすいと巡業のキャラが動かせないくなっちゃいますからね。お知らせはしっかりチェックだよ。ストーリーも見に行きましょう。風花ちゃんの解放ストーリーが9個解放されてる。そうですね、ここは有馬と神戸電鉄の有馬温泉駅とバスターミナル、まあもっとあの金の湯や銀の湯に近いところの間にある、まあ、太閤の碑があったりする、有馬川沿いの湧水公園です。オリジナル曲か。最大、みんな最大になっちゃえっていう感じです。こういう、狂気というか、怖さがあるんですよね。でもサイダーなってもいいや。液体は冷たい方が水よく溶ける。H2CO3 は炭酸。いいですね。本当ですね。地域のナレーションなんかもいいですよね。そう、温泉娘を声優さんに を起用して何々だよ、例えば有馬風花だったら有馬風花だよって言い合わせるとかいうのは考えてるんだろうな。そこの、キャスティングやってるところが弱いんですよね。そんなに強くない。知ってるって言ったら、沢塩みゆきさんの弟の沢塩千春ぐらいだよな。弱い。弱いですね、事務所欲は。まあなんだろう、やっぱり狭い世界ってやっぱりそういうのを見ることができるっていうのは良し悪しありますよね。さあこれで風花のエピソードを見ましたが、確か9個あった、解放数が9個中4個だったっていうことか。上から見ていきましょう。これって見てないエピソードはないのか。熱海ちゃんも。これって見たっけ？いいですね。いい感じ。指宿ですね。おっと、やばい、露出がほとんど守るものがない。
イブスキ。ああ、なんか土、砂湯が多いんで、砂湯が名物なんで、そんな感じがしますよね。おっと？始める。怖いな。わはははって笑ってるだけ。もう一人だけ行ってみましょうかね。銀山。あれ？これ違うのか。ランクが違うと。いいですね。スイカ。この子結構好みですね。なんだろう、このこけしだったっけ。またこのカバンなんかもいい感じですね。カバンについてるアクセサリーなんかも銀山ちゃん結構いい、好きですね。さあ、こうやって小槌を少しずつ積み重ねていきます。すごいですね、この混雑具合。さあ、一個ずつ移動しましょう。で、バトルさせましょう。これはすぐ勝負つくでしょう。瞬殺でした。おいおい、瞬殺だよ。勝間観光果樹園、一体どこの場所、何の魅力なんだろうっていうのをやっぱりクリックして表示してほしいですよね。米沢か。あ、そうだ、これはあれなんだ。ライブ行ってみましょう。さあ、草津と相手の方がスキルを使ってきました。スキルレベルも変える、あれなのかな。それでも勝ちました。別府。敵味方なんであんまりスキル的には高くないんですよね。負けた。それでもダメージがそんなにない。
よし。さあ、とどめだ。やっぱりスキルを上げた方がいいのかな。チームも強くなりますからね。そうか、今ゲロちゃんのバストは90なんだ。お達しが来た。娘エピソードを50回読んだんで、これで239、もうちょっとなんだけどな、250まで。5デッキで10回するとなんかもらえるみたいです。今ここを仮面をログインですね。下のあれも注目ですね。さあ、こんなとこですかね。っていうか、巡業を見てみよう。おっと、この子の巡業が完了した。飽きたか。うちの活躍、その目でしっかり見とるよ、勇者。ライブ行かせましょうかと思った。体力が不足してた。背景を変えられるんだけど、レッスン上に背景を変更しましょう。ID がご覧の通りです。ぜひ、よろしければ。仲間になっていただければ嬉しく思います。申請中、さすがに4日ほっとかれてはちょっと厳しいな。いいか、4日も。勇者も結構増えてきましたね。さあ、これで、風花ちゃんの授業もできました。お仕事終わっ、移動ですね。どっちがいいんだろう。お金が欲しい。このゲームお金ですね。そして、移動を一気にしないといけません。それじゃあレッツゴー。よろしくね、勇者さん。あとどれぐらい花巻まで離れるんだろう。今どこら辺、まだ盛岡まで行ってなかないような気もする。遠野か。遠野って盛岡の東側だったっけ。あ、大槌町だから、あれ、いや、そんなに遠くないのかもしれないが、
北上があって、金ヶ崎があって、平泉があって、一応関があるから、あれ？もうちょっと北、ここですね、今。で、今いる場所が、ここか。そろそろに、西側に向かっていった方がいいのか。ヘックス的には。はい、というわけで。はい、ここまでに今日のプレイはしたいと思います。次回は花巻温泉に到達しまして、また、多分違う青森あたりのアンロックがされると思うんで、とにかく、いろんなとこを広げないといけないと思うんで、順々に進めていきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。いいな。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。